あなたのハートをペネトレイトできず。オレ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 。どうも、リベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日2021年6月6日日曜日、 YBC ルヴァンカッププレーオフステージ第2戦、鹿島アントラーズ対清水エスパルスの試合だったんですけども、僕例によって仕事の関係でリアルタイムで見られませんでした。追っかけ再生で見終わったんですけども、結果としては2対1でエスパルスの敗戦、そして2戦合計でも3対1で敗戦。よって2021年のエスパルスのルヴァンカップ、これにて終了ということになってしまいました。いやー、打ちひしがれております。前半20分ぐらいでしたかね、レレ君、ディサロ選手のスルーパスに抜け出したサンタナ選手が利き足ではない右足でゴール。そしてその後もどちらかといえばエスパルスが主導権を握って試合を進めていたように見えたんですけども、これはいけちゃうんじゃないかと期待を抱かせてくれたんですが、30分過ぎぐらいだったでしょうか、アクシデントが起きました。鹿島のクロスをクリアしようとした中村啓太選手と鈴木義則選手が味方同士で交錯してしまって、中村選手が膝のあたりですかね、痛めてしまい、そして鈴木義則選手が頭を打って脳震盪の疑いで、担架で運ばれて負傷退場ということになってしまいました。今思えばあそこが分水嶺っていうんですかね、勝負の分かれ目となってしまいました。そこからガラッと違うチームになってしまったかのように、攻撃も守備もちぐはぐになってしまいました。で、前半45分、エベラウド選手に立田選手ついてたんですけども、そこはエベラウド選手が一枚上手だったということで、エベラウド選手が落としたところをファン・アラーノ選手が落ち着いてゴールを決めて失点という形になってしまいました。アクシデントによってチーム全体に動揺とか準備ができてなかったかもしれないっていうのもあるのかもしれないんですけども、そこは勝負の世界なんで言い訳にはなりません。それでもね、ハーフタイムにロティーナ監督のもと、みんなで落ち着いて仕切り直して、前半の途中までできていた素晴らしいサッカーを見せてほしかったんですけども、後半に入ってもなかなか立て直せず、後半の26分だったかな、90分表示でいうと71分ですか、71分、これはね、相手のスローインがうまかったと言うべきなのか、それともエスパルスが守備が隙を見せてしまったと言うべきなのか、スローインをうまくエスパルスの選手をかわしてボールを受けたファン・アラーノ選手から、最後は仕上げのエベラウド選手、見事なゴールでございました。その後エスパルスも交代枠などを駆使して攻める姿勢自体は見せたんですけども、どこかちぐはぐというか、なんて言うんだろうな、サンタナ選手が一人で気を吐いているように僕には見えてしまいました。サッカー素人なんで、なんて表現したらいいのかわからないんですけど、他のチームはチャンスになるとチャンスと見るや、後ろから選手がバーってゴール前に上がって、なおかつその攻撃が防がれたとしてもセカンドボールを拾って単発では終わらないというか、シーズン始まって3ヶ月4ヶ月ぐらい経ちますけども、なかなかエスパルスには未だにそういう攻撃が見られない、そういう決まり事があるのか、リスクをかけない戦術というものなのか、ただできていないだけなのか、ちょっと僕にはわからないんですけども、ただ今日の試合に限って言えば、点を取らないと、勝たないと次へは進めなかったわけで、さっき言った鈴木選手、鈴木義則選手と中村啓太選手のアクシデントがあるまではチームとしても戦えてたとは思うんですが、逆に言えば2人の存在がどれだけ大きかったのかというものを思い知らされた試合でございました。もうこの結果が覆ることはないので、ただただ今2人が軽傷であることを願いつつ、次の中2日ですか、もう
6月9日水曜日、天皇杯、ついに天皇杯が始まります。天皇杯の、福山シティ FC 戦がございますので、そこに向けて切り替えたいんですけどもね、なかなか切り替えるのって難しいですよね、気持ちを。ただサポーターは切り替えられなかったとしても、選手たちはプロなんで、その辺はね、もうしっかり次に向けて準備してやってくれると信じております。でもジャイアントキリングとか絶対見たくないからね、絶対やめてよ、不利じゃないからやめてくれよ、本当に。もう今日の敗戦の悔しさをぶつけると言いますか、相手は違うんですけど、やられたらやり返す、やられてなくてもやり返す、八つ当たりだー、ということで一つ J の力を見せつけてやってください、よろしくお願いします。そう、その天皇杯なんですけど、スカパーで全試合やってくれるわけじゃないんですね。てっきりやるもんだと思ってたんですけども、ちょっとスカパー一旦これでさよならかな、どうなんだろう。天皇杯を勝ち進むまで残しといた方がいいのか、ダゾーンとかだと確か一時休止みたいなのがあった気がするんですけど、スカパーはどうなんだろう、まあ、ちょっと後で調べてみます。まあ、僕の住んでいる東京はまだ緊急事態宣言中ですので、現地にも行けず映像でも見られず、天皇杯はということになってしまいました。リベロチャンネル、ちょっとここからお知らせになるんですけども、まあその天皇杯も見られない、それによって、前回の動画だったかな、ちょろっと最後の方でお話しいたしました、4月に舞台に出るんですけども、その7月の出演舞台セカンドハウス、本番が終わるまで、このリベロチャンネルお休みさせていただくことになります。なので今回の動画が、その舞台終了前の最後の動画になります。その舞台の本番自体は、7月の21日から25日までの期間なんですけども、その前に、6月からもう稽古が始まりますので、そうなってくると、稽古をしながら仕事をしながら、なおかつそのサッカーを見て撮影して編集してってなると、ちょっと厳しいので、厳しいというか、まずリアルタイムで見られないっていうのもありますし、まあ体力的にも厳しいっていうのもありますので、舞台が終わるまではお休みさせていただこうと思います。まあもともと誰にやってくれって言われてるチャンネルではないんですけども、もしかしたら何かリモート観戦動画以外の動画を上げるかもしれないんですけども、基本的には次回のリベロチャンネルの動画は、舞台が終わった次の試合、8月9日月曜日 J1 第23節ホームアイスタでの横浜 F マリノス戦での動画になると思います。それまで私リベロ並びにこのリベロチャンネルのことを忘れないでいただけると嬉しいです。っていうか舞台を見に来ていただけるともっと嬉しいです。ちょうどオリンピック期間になるのかな、まあオリンピック自体まだやるのかわからないんですけども、 J リーグの試合がない期間ですので、ご都合よろしい方はお越しいただけると嬉しいです。詳細のリンクを説明欄の方に載せておきますので、そちらからご確認ください、よろしくお願いいたします。リベロチャンネルといったところで本日の動画は以上になります。今日も最後までご覧いただいて誠にありがとうございました。この動画、そしてリベロチャンネル、ちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎でございます。では、ちょっと間が空いてしまいますけども、また次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送り、最後の最後に噛むっていうね。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。鹿島さん、うちに勝って勝ち上がったからには、優勝してくださいよ。シラ1頑張れよ。